はい、皆さんこんにちは。今日はグダグダ料理教室の第67弾ということですね。はい、ちょっと待ってください。今日はスープです。はい、めっちゃ簡単ビシソワーズということで、ビシソワーズ、今日はね、はい、めっちゃ簡単な作り方でビシソワーズを作っていきたいと思います。はい、ちなみにね、今日の分量は5から6人分ということでいきたいと思いますけれども、はい、ビシソワーズですけれども、冷たいじゃがいものスープです。で、それがあったかいままやったら、ポタージュスープなんですけれども、はい、今はね、夏ですし、ちょっと涼しげな感じで食べられるように、冷たく冷やしてビシソワーズにしたいと思います。はい、ではですね、まあちょっと手が震える、材料ざっとこんな感じで、黒板で書いておきましたが、でこの中3個っていうのはね、まあじゃがいもの大きさによってね、変わってきますので、だいたいこの 330g ぐらいあったらいいよっていうことですのでね、まあじゃがいもが好きな方はちょっと多くしても構いませんし、まあそうですね、ちょっと状況を見てって言ったらちょっと言い方が変かもしれないんですが、まあそんな感じで調節していただければいいかなと思います。はい、それでは早速、どんぐらいかな。はい、じゃあこっちで、はい、材料を紹介していきたいと思います。はい、ちょっとこれ映りづらいですかね。まず、映ってるかな。はい、じゃがいも中3個、中くらいの大きさのものを3個ですね。今日はちょっとうちにあったやつがちっちゃめなじゃがいもやったんで、4個分でだいたい 330g 分使いましたが、はい、じゃがいもを、よく洗って皮を剥き、1センチぐらいの、まあ、輪切りでいいでしょう、まあ、スライスにして薄切りですね。薄く切った方が早く火が通りますので、薄く切って茹でておいてください。で、箸がスッと刺されば OK です。ではこれちょっと後ほど使いますので、ちょっとこっちに入れておきましょう。はい、はい、それから、ちょっとこの辺でやったら見える？牛乳ですね。牛乳360ml。はい、それからあっちっち、はい、これは、スープの素なんですけれども、水 300ml とコンソメの、キューブ、四角いやつですね、あれ、それを、1個を合わせて電子レンジで、600ワットの電子レンジでだいたい、そうやな、3分ぐらいかな、3分ほど加熱して、で、溶かしたものです。はい、で味付けは塩ですね。で、あと仕上げに乾燥パセリという感じになっていきます。で、はい、私の授業では2回目のミキサー、今日はミキサーを使います。はい、それではパート1ではじゃがいもをミキサーにかける工程をやっていきたいと思いますので、はい、ではちょっとこれ映ってるかな、ちゃんと待ってな、あ、これでいけてる、ちょっと見づらいかもしれませんけど、すいませんね、こんな感じでちょっと見づらいかな、ちょこっちの方でやったらいいのかな。はい、茹でたじゃがいもですね、箸が刺さるくらいまで茹でておいたじゃがいもを、でちょっと今日は穴開きお玉でちょっと水を切りながらね、こちらのミキサーに入れていきます。はい、
よっしゃ、いいかな。これでだいたい救えたかな。よっしゃ、はい、よかろう。はい、そしたらここにじゃがいも入れましたね。で、ここに、ちょっと熱いな。はい、これをスープの素をちょっとこぼさないように気をつけながら全部加えてください。はい、OK。 ここだね。ちょっとカメラ向けて、この辺やったらできるかな。よし、このぐらいでやろう。はい、ではね、ここからミキサーでペースト状にしていきます。はい、ではいきますよ。で、最初はこんな感じで、拡散しながら砕いていってください。で、ある程度砕けたら、このぐらい？もうちょいいきましょう。はい。大体こんな感じで、ちょっとわかりづらいかな。よし、ちょっと高さがね、分かりづらかったですね。こんな感じで今、ここ塞いだら、ちょっとこれが、これか。茹でたじゃがいもと、コンソメキューブ1個と、水 300ml を合わせて溶いたものを、ミキサーで混ぜ合わせました。はい、ということで、パート1は一旦ここで終わりにして、次、パート2ではいよいよ、スープ作りに入っていきたいと思います。それでは、一旦パート1を終わります。